昔の話であろう。あなたにとっては。
音量への供物か。
槍川の怨霊を祀った社、誰か参ったのか。平太郎は裏切り者です。近くの野営にいるので息の根を止めてください。流民の野営のことだ。酒井様、何かご用ですか。平太郎はおるか。ここに。何者かがお主を殺すよう怨霊に願ったようだ。どうして俺を。モアコの患者だからさ。毎晩行き先も言わずに姿を消すんです。それは思い違いだ。モアコに通じておるなら情けはかけぬぞ。滅相もありません。わけを聞いてください。白状させてくださいよ。ここではお話できません。あちらへ。俺の死を願うなんてあんまりだ。怨霊のことで思い悩むな。ことによっては切られるのだぞ。怨霊は生きとります。どういうことだ。以前道で賊に襲われた時、怨霊に助けてもらったんです。毎晩ここに来ていました。墓、誰のものだ。藤次郎のものです。俺のあれでして、こいつの家族が野営におるのでうまい言い訳が見つからなかったんです。合点が言った。だが野営のものは特進がいかぬだろう。離れた方がよい。どこに行けば。有明に行けばよい。さあすぐに立て。ありがとうございます。怨霊に当てて誰かが文を残したな。蒙古は我らを捕らえ、櫛川沿いにある野営に連れて行きます。お助けを。なぜ怨霊に頼るのだ。
盾か。技量がなくては倒せぬ相手。島の者だ。なぜこの者らも殺した。助けて、出してください。落ち着け、鍵を開ける。ここで何が。本領が皆殺しにして去っていきました。わしも死を覚悟しましたが。なぜ島の者も犠牲に。こいつら人を撃ってたんです。もうよい、行け。それでは。おそらく怨霊は次の社に向かったな。ここにも社がある。文がないということはすでに怨霊に読まれたか。争い近い。長いこと使われておるようだが、槍川家の旗がある。社に備えられていたものだ。学ある者が書いたようだが、まるで要領を得ない。槍川殿が生きておるということか。槍川の武士の兜、槍川家の武士に生き残りがいた。正体を突き止めねばな。他の社を探してみるか。
ここにも供物が。酒井家最後の生き残りであり、志村の飼い犬酒井仁を金剛の庭に招き入れ、死に様を見せてください。俺を殺すことが願いだと。金剛の庭に出向かい終わらせる。もし金剛の庭に心当たりは。白い花が一面に咲くというところだとしか。酒井様、金剛の庭を探しておるのだが。この近くの金剛力士をお探しください。名のある物資が掘ったもので、庭を見守るように立っています。音量が焦げていきました。金剛力士の像、ここに違いない。社だ。だが音量は俺に当ててある。槍川の音量に取り殺されろ。お前が怨霊だな。我は死者の灰を巻き上げる風、その名も槍川の怨霊だ。裏切り者の一族と共に滅んだ技の使い手。何者だ。乱を生き延びた武士の娘か。皆死に絶えた。ここはもう死者の国だ。誰が俺を殺せと。お前に頭を垂れる百姓、お前に笑顔を向ける秋人、槍川の民すべてが酒井家と志村家の死を望んでいる。我らを許した者もいる。復讐を求める者のため、我が安らぎを与えるのだ。死ね。早い。まんまと現れおって。
極めておれ。これで終わりだ。違う、死ぬのはお前だ。お前は腕が立つが、怒りのあまり真の敵を見誤ったな。フンヌの舞はもらい受けた。正しく使わせてもらうぞ。Thank you.